s t FM 静岡旧本社スタジオシティ FM 静岡とは静岡県静岡市にあるコミュニティ放送である。愛称は FM 配。開局時は旧静岡市を放送対象地域とした。開局時から2001年3月31日までは周波数 76.5MHz、出力1 0トで送信していたが一部の地域で 同じ市内の清水区にある FM 清水との渾身問題が発生していたため、出力増力に合わせて2001年4月から現在の周波数に変更された。渾身回避の名残か水平変化のため一般的な FM ラジオと違い、アンテナを水平方向に伸ばすことで受信感度が改善される。周波数の変更とともに番組編成が大幅にリニューアルされ、 J-Wave のネット比率が増加している。そのため、番組表などには FM h 76.9With J-Wave と表記されることが多い。番組は、基本的には、同社サテライトスタジオからの生放送及びスタジオ、収録が主体であるが、イベント開催時には会場にサテライトスタジオを設置して生放送を行う場合がある。特に大道芸。 ワールドカップイン静岡においては、駿府城公園内メイン会場棒に、サテライトスタジオを設置し、特別番組の編成を組んだ上で、出演アーティストの変更や、迷子、イベントなどの情報を、リアルタイムで放送するほか、出演アーティストのインタビュー等も実施している。2013年に本社とスタジオを、静岡新聞別館1階から青葉通りにある、毎日江崎ビル6階に移転し、 9月9日から新スタジオでの放送を開始した。これに伴う電話番号、メールアドレス等の変更は行われていない。旧本社、スタジオにはサテライトスタジオが設けられていたが、移転先である毎日江崎ビルには既存のビル内にスタジオを設けているということもあり、当初よりサテライトスタジオは設けられていない。過去に放送されていた番組、ありがとうございます。